令和新選組が大炎上、デマ流し批判殺到、NHK 日曜討論で。27日に放送された NHK の日曜討論において、令和新選組の高井隆さんが、自衛隊が防衛装備の導入で利用しているアメリカ政府の対外優勝軍事援助、FMS について、アメリカのいいねだ、などと暴言を吐いてしまい、批判殺とし、大炎上してしまっております。こちら実際には、 F-35 ステルス戦闘機の導入などにおいて日本政府がアメリカ側に対し値下げ交渉を行っているため高井さんの主張はデマとなってしまっておりますが、まあ、ただ NHK などのマスコミもいいね動向と誤った解説を行っている場合があるため高井さんがよく調べずにマスコミの解説をうのみにしこのような暴言を口走ってしまった可能性もございますがデマをもとに 討論を行っても時間の無駄でございますので、令和新選組には最低限事実に基づいた主張を行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。